さあ、それでは次はお店を紹介する方法です。お店を紹介する方法、例えば Q 君が美味しいお店を知っています。例えば Q 君がねラーメンとかを食べて、おこれ美味しいなで、日本の友達に、ねえ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 、このラーメン屋さん美味しいですよっていう紹介、はい、うん、そうすると友達もえそうなの嬉しいで、 Q 君も紹介して嬉しい、2人の関係が良くなった、良くなる、そう、近くなる、はい、そういう練習ですね。はい、では行きましょう。まずは紹介する時の一つ目の言葉、これちょっと Q 君読んでくれる？何々でいうお店知っていますか？ありがとうございます。ちょっと大きくしますね。はい、何々っていうお店知ってますか？知ってますか。まずはここね、このここにお店の名前を入れます。お店の名前、お店の名前ね。で、お店の名前何にしようか。ラーメン屋さんの名前だったら天下一品、天下一品言っちゃいましたね、はい、じゃあちょっと省略して天一にしましょう。天一っていうお店知ってますか、とか、あとはこのお店のところをラーメン屋、そうなんですっていう、ラーメン屋知ってますか、こんな感じ、はい、もしカレーだったらなんとかっていうカレー屋知ってますか、カレー屋知ってる、そんな感じ、はい、で、ごめんね、っていう、これの意味は何っていう、就是讲这边的意思、そう两个是一样的意思、そう、うん、そうだね、じゃお様だ、じゃお様だ、うん、じゃおもーもー店名、だラーメン店、そう、じゃお天一だラーメン店、そういう感じ、OK、で、知ってますか、知ってますか、你知道吗、知ってますか、知ってますか、うん、じゃあ Q 君、はい、知ってますかって丁寧知っていますか、それとも丁寧じゃない、どっち、これは丁寧じゃない、丁寧じゃない、これはね、丁寧なんですよ、知ってますか、で、もっと、あ、いいよ、あの、もっと丁寧にすると知っていますか、知っていますか、はい、そう、で、もっと簡単な言い方があります。知ってる、 OK っていうお店知ってる、知ってる、これでも OK です。天一っていうラーメン屋知ってる、これで OK です、はい、いいですね。さあ、じゃあそしたら多分相手は、お、知ってる知ってる、美味しいよね、とか、あ、知らない、どんなお店、どんなお店っていう感じになります、はい、ですからここの答えは、あ、ごめんね、知ってるって言ったら多分相手は、あ、ごめん、ペンペン、知ってる、お、知ってるとか、知らない、知らない、どんなお店という感じの答えになりますね。はい、じゃあ次行きます。じゃあこれちょっと読んで、何々にあるんです、はい、何々にあるんです、あるんです。キュウ君、あるんですって何、よう、オッケー、つまりもっと簡単な言い方は、あります。教科書では何々にあります、うん、例えば駅前にあります、そう、例えば駅前駅前にあります。教科書ではね。でも話し言葉、会話の時は駅前にあるんですよ。この方が自然です。自然。じゃあ、自然いいです。うん。そう、駅前にあるんですけどとかね。そう。じゃあ行くよ。これが場所を説明する時。駅の近く、駅前、あとは例えば学校の近く、
そんな感じだね。じゃあ次いきます。3つ目の言い方、これはおすすめ、おすすめ、おすすめのメニューを言うとき。じゃあ読んでください。何々が美味しいんですよ。いいね。何々が美味しいんですよ。例えば天一のラーメン、何が美味しいの？豚骨ラーメン。こってりが美味しいんですよ。こってりラーメン。こってりラーメン。そうなんだ。オッケーオッケー、いいですね。あれは何なの？あそこのお店は豚骨？チキン。チキン。あ、チキン。そうなんだ。チキンスープ。チキンスープなんだね。オッケーオッケー。じゃあ何にしようか。ラーメン？こってりラーメン。醤油ラーメンにする？こってりラーメン。こってりラーメンっていうのがあるんだ。オッケーオッケー。こってりラーメン。ラーメン、こってりラーメンが美味しいんですよ。つまりこれはおすすめです。おすすめ、トイジェン、うんね、でが美味しいです。これは大丈夫だよね、うん、教科書ではこってりラーメンが美味しいです。でも話し言葉、会話の時は美味しいん、うんですよとかって言うと、もっと自然な感じ、はい、自然な感じですね。こってりラーメンが美味しいんですよ、こういう感じ。あとはこういう言い方があります。これキュウ君、これ読んでくれる？何々が最高ですよ。最高ですよ。これは何々がおすすめです。 OK、 ありがとうございます。この言い方でも OK で、最高ってどんな感じ？最棒。そう、そういう感じ。もう本当に一番美味しいっていう感じ。一番美味しい。そう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 。だから例えばこってりラーメンが最高ですよとか、最高を、ここにね、最高なんですよ、最高なんですよ、こういう最高なんですよとか、こってりラーメンがおすすめですとか、おすすめなんです、なんですよ。そう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 。そんな感じで言います。いいですか？はい、分かった。ということで、はい、お店の紹介、はい、まずはお店の名前、お店の名前、你知道吗？こういう感じで、打開話题、こういう感じかな、うん、で、在来就说明在哪里、うんうんうん、那再来就是谈一些细节、可能是推荐的、推荐的、そうそうそう、餐点。よし、では今から私と Q 君が練習をしてみますね。じゃあ行きますよ。どうぞ。天一っていう店。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いきなり？いきなり。ちょっとまず始めは。ねえねえ。ねえねえ。あ、いいねいいね。ねえねえ。あ、何どうした？柴田さん。はいはいはい。うん、天一っていう店していますか？天一？天一。天一っていうお店？お店です。何の店？ラーメン屋さん。ラーメン屋ね。はい、天一っていうラーメン屋知ってる。でも行ったことない。本当ですか？行ったことない。知道可是没有去过。行ったことないな。どこにあるの？駅前にあるんですよ。あ、駅前にあるんだ。うん、へえ、いいね。でその天一っていうラーメン屋さんは何が美味しいの？どんな感じなの？やっぱり天一、うん、といえば、うん、こってりが最高ですね。あ、そうなんだ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってね。こってりが、こってりが最高なんだ。はい、へえ、面白い。こってりラーメン、いいね。それは豚骨ラーメンなの？それとも、これはチキンスープですよ。チキンスープのラーメンなんだ。チキンスープなんです。あ、そう、チキンスープなんだ。あ、そうなんだ。分かった。ありがとうね、紹介してくれて。今度行きましょうか。今度行こうか。はい。じゃあ今から行く？はい。じゃあ行きましょう。あ、今から行こうか。はい。オッケー。じゃあ行こう行こう。はい。こんな感じです。ありがとうございました。キュウ君、とっても上手だった。とっても上手でしたね。ということで、まずは紹介。提到店名的介紹。そして地点、場所。それからおすすめ。大体こんな感じですね。うん、まあもちろんもっといろ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 紹介してもいいですよ、はい、一番基本の部分でしたね、うん、はい。ということで今日勉強した内容はこれでしたね。グルメ、おいしいお店、おいしいお店をまずは聞く練習、询问、
好吃的店的方法。そして次は紹介する練習。介绍你知道的店的细节。它的餐店啊或是地点的方法。この2つでした。はい、ということで Q 君、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。